青山国際教育学院には日本の大学進学を目的とした学生が集まる特別進学クラスがあります。進学クラスには SA クラス、SB クラス、SC クラス、3つのクラスがあります。 SA クラスは国立など難関校志望、 SB クラスは私立難関校、 SC クラスは一般大学を目指すクラスとなっています。午前中は日本語、EJU、小論文、時事問題など、午後は数学、理科、英語などの選択授業となっています。ではクラスの様子を覗いてみましょう。進学クラスは最大12名の少人数のクラスになっています。少数精鋭で集中して授業を受けることができます。先生との距離も近く、質問もしやすいです。隣との仕切りもあり、コロナ対策も行っています。志望動機の添削も先生と1対1で行います。面接の対策も何度もしっかり行います。細かくフォローしてもらえるので本番に自信がつきます。先生に質問してみましょう。はい、1年コースです。4月から翌年の3月まで続きます。途中でクラスを変更したり、大学に合格したからといって退学したりすることは認められていません。3月末に入級試験を行います。新入生は入学式の後に行います。内容は NE2 と NE1、 そして EJU 形式の問題と面接です。筆記試験の点数と面接によってクラスが決まります。はい、今から3つできれば準備していただきたいことをお伝えします。1番目は4月の段階で N2 レベルの日本語が終わっておくことです。できれば N1 も勉強してしまっておくことが望ましいです。で、2番目は国立や難関校、また特に理系志望の場合ほとんど英語が必要になってきます。日本語と英語を一緒に勉強するのはとても大変ですから、来日前に英語の点数を取っておくことをぜひお勧めします。少なくとも高校の英語は復習しておいてください。で、余裕があればTOEFLやTOEICの点数を取って、いってほしいと思います。最後に一番大事なことは、大学で学びたい専攻を決めておくことです。またなぜそれを専攻したいのか、理由がとても大切です。志望大学もできれば、決めておくのが理想です。有名だからという理由では面接に合格できません。なぜその大学に行きたいのか、なぜそれを専攻したいのかを、ゆっくり考えてきてほしいと思います。はい、クラスによってカリキュラムは異なりますが、基本は同じです。ただ SA は日本語の文法や日本語の基礎はもう出来上がったものとして、4月からすぐに、教科書を読んだり文章を書いたり歴史の授業が始まりますので、あまり丁寧に日本語はしません。日本の文系の高校生と同じ知識を得るための、総合的な授業をいたします。 SB と SC は、漢字や文法、聴解など日本語レベルを上げるところから始まります。どのクラスも EJU は勉強します。記述に関しては個別の添削が行われますから、丁寧な指導が受けられます。また過去問も膨大に解きますので、 EJU の日本語に関しては十分に準備ができます。後半になっていくと、それぞれの大学の過去問や小論文など、いよいよ本格的な受験勉強となっていきます。はい、現在も午後や週末に郊外の塾へ通っている生徒さんはいらっしゃいます。特に理系希望の生徒さんですね。母語で理科や数学を学ぶのもいいと思います。
ただし留学ビザで日本に来ますから基本は日本語学校です。で、日本語学校では、日本語で数学や生物、物理を勉強することができますので、その意味は、非常に深いものがあると思います。で、基本は、青山の午後の対策授業を取っていただきますが、塾に行く気力、体力両方ある学生さんは2つの学校に通っても大丈夫です。はい、SB や SC はドリル形式で毎日のように漢字の勉強をしています。小学生の漢字から始めて毎日毎日ドリルで積み重ねていきます。日本の大学に行く以上ね、漢字はとても重要ですので、一緒に毎日コツコツ勉強しましょう。はい、どのクラスも定員が12名です。ですから先生との距離がとても近いんですね。志望理由書はそれぞれの大学の出願時期に合わせて1ヶ月前、2ヶ月ぐらい前から準備をして、何度もこう先生とやり取りをしながら一つの志望理由書を仕上げていきます。で、面接に関しても1回や2回ではとても終わらないんですね。何回も練習をして宿題を出してやり直してということを繰り返して本番に臨んでいきますので、先生との距離が近く、非常に一対一の丁寧な指導が受けられることが東邦の特徴だと思います。はい、留学生の受験はもう年々厳しくなっています。もう EJU の日本語ができて当たり前、その上で面接や英語など総合力のある学生が合格を勝ち取っているんですね。で、どの大学も欲しい留学生は同じなんです。目的が明確で基礎学力のある人、そして周囲の人とコミュニケーションが取れる人、今はもう EJU の点数さえ取れればいいという考えでは合格できません。ですので、まず明確な目標を持ちましょう、ね、どうして日本の大学なのか、どうしてそこでそれを勉強したいのか、将来はどうなりたいのか、でその上で進学クラスでクラスの仲間と一緒に毎日コツコツと勉強することが一番大事だなと思います。青山国際教育学院からは毎年様々な大学に合格者が出ています。合格者インタビューを見てみましょう。思ったより先生たちも多くて、なんか特に進学クラスとかではEJU 問題とか私にぴったり合うところとか、私が欲しい日本語の学問について教えられるので、この点についていいと思いました。先生は世界で一番先生です一番優しくて、国の国籍が違うんですけれども、母のみたいに優しくしてくれますし、一人ずつの性格とか成績とか違うんじゃないですか。そしてよく話しかけてくださったりして喜びます一応今迷っている人たちに言いたいんですけれども、ぜひ来てください。来ましたら絶対後悔はしないと思います。皆さんを青山国際教育学院でお待ちしています。